タバールは、インド海軍のフリーゲート、タルワー級フリーゲートの3番艦。タバールは、ロシア軍艦、SKR-23 号として、バルチースキーイザボートで建造され、2000年5月26日寄港、2001年5月25日浸水、2004年4月19日に、収益の後に、インド海軍に引き渡され、海 -44 タバールとなる。2008年、 インド政府は、ソマリア沖の海賊対策のため軍艦の派遣を決定、本艦が送られることとなり、同年11月2日に、アデン湾に到着し任務を開始した。2008年11月18日に、オマーンの沖合約 530km 地点で、不審な船団を発見。海賊の母船の特徴と合致していたことから、臨権のための停船を呼びかけたところ船団がこれを拒否。 タバールに向け発砲してきたため手法により反撃して撃沈する事件が発生した。しかし、同26日、国際海事局は、インド海軍が海賊船だとして撃沈した船が、海賊に乗っ取られた単位の水産会社に所属するトロール漁船であると発表した。この件について、インド海軍は事件の写真を公開し、相手が攻撃してきたため汚染したのであり、 正当防衛であったと主張している。国際海事局はインド海軍がこの大漁船がハイジャックされているという情報を受け取っていなかった可能性もあるとコメントしている。この漁船に乗り組んでいたカンボジア人一人が救助され、タイ人一人が死亡、14人が行方不明になっている。ありがとうございます。